皆さんこんにちは、今回ですね素敵なゲストの方に、来ていただいております。現在シカゴレッドスターズでプレーされております中里裕樹選手です。お願いします。ということでですね、今回ちょっといきなりですね、中里選手をですねお呼びして、ちょっと私森田選手として、ね、対談という形で中里選手にいろいろ聞いていきたいと思っているんですが、まずはですね、結構最近中里さんのですね、まあ、もろもろ追っていくと、またシカゴに戻られたじゃないですか、うん。まあ、僕はシカゴに最初に移籍した時からまあ追ってるというか、いろいろ試合も見させていただいてますし、まあ、NWSL も見てたんですけど、なんか今いろいろ見てるとちょっと変わったシステムでやってたりとか、はい、そう、新しいポジションでやってたりとかすると思うんで、なんかその辺の話をまず聞きたいんですけど、あれですね、3-6-1っていうシステムで今やってるって話ですよね。で、長澤さんはシャドウ、ツーシャドウの多分右ですよね。右が基本だね。はい。なんかその話をちょっとぜひ聞きたいんですけど、まず今このシステムですね、361っていうのでやってて、まあ、チームとしてっていうところと、まあ個人の選手としてなんかこうやりやすさとかやりにくさとかどういう感じなのかなってお聞きしたいんですけど。さあ、やりやすさ、まあ、どっちもあるね。どっちもある。うん。その前、まあ、4バックでしかずっとやったことがなくて、3バックはホッタム以来、はい、あ、そうですか。ソンテルでも確かやってましたね、352ね、あの時ね、ホッタムの時343かの時は、あ、はんはんはん、それ以来の3バックで、まあ、中盤の形もまあその時とは全然違うから、その味方との距離がすごく近くなった、はいはい、っていうのが一つ大きくて、アメリカにいるとどうしても距離感的にはすごく長いのが基本でずっとプレーしてたから、はいはい、その距離が近くなったことで、その人と関わるプレーっていうのが増えたかなっていう。なんかその話を聞いてると、まあ、よく長澤さんにも聞いてましたけど、まあ、ドイツ行った時もそうですけど、基本まあ、ある意味パスとかレンジが長いじゃないですか、向こう、海外の選手って、うん。で、これが逆にこう短くなってきたことによって、認知の問題とか、なんて言うんですかね、近すぎると距離が。遠くにパス出すのも難しいけど、多分近くにパス出すのも結構難しいと思うんですよ。うん、なんかその辺のちぐはぐさって、まあ、特にないのかなと思ったりするんですけど。その味方に関して言うと、味方がその短いレンジのパスをあまりこう認知できない、あ、やっぱありますよね、うん、状態に陥っちゃうってことはちょっとあるかな。だからなんかよく想像するなんかバルサのチキタカじゃないけど、あれってすごいこう、うん、まあ、みんな結構密集してて、うん、コンビネーションでパンパンって崩していくから、あれできるから成立するけど、うん、逆にあれ意外と海外の選手の方がまあ難しいんじゃないかって僕はなんか自分の経験も通じて思ったりするんですよ、うんうんうん。でもわりかしそのショートレンジ の人を認知できる人は多い方かもしれない、今の選手は。今いる選手は、うん、特に中盤の4人は、真ん中のボックスの4人は、あ、そこ一番大事もんね、うん、ただそうだね、うん、そこは別にやりに、あ、そもう そろそろもやりにくさみたいなのもないって感じですか。守備がやりにくいかな。あ、それは面白いですね。それは どういった意味でとか、どういう感じで。基本結構アメリカも3バックでやってくるチームが増えてきて。あ、そうなんだ、興味深い。で、結構その結構キーになるのがワイドの選手がどの位置を取るかで、あ、結構守備範囲がだいぶ変わってきちゃう。なるほどね。まあ、駆け引きをうまくできる選手が味方にいると結構楽に守備ができるんだけど、まあ、そうもいかないから、結構そのワイド相手の3バックだから5バックか、うんうんうん、でビルドアップしてくるときにワイドの選手がすごく低い位置を取ったときに、うん、ここのプレッシャーにもなんかいかなきゃいけなく
それシャドウの選手が行くの？そう。そうなんだ。なるほどね。あー、なるほど、なるほど。まだあれだろうね。361で通しちゃうけど、プレス行くときは343みたいになるって感じだ、多分。シャドウがウィングになって、相手のサイド。多分そうだよね。なるほどね。だからそこのまあ運動量もそうだし、あとはその、まあ、長澤さんもそうですけど、シャドウの選手がちょっとプレスに遅れちゃったりすると、そこで持ってくるって感じですか。片方のシャドウがじゃあ外に出てってプレスかけに行って、うん、ワントップともう一人逆のシャドウが中のボランチのところまで絞ってくる、はい、結構大変ですね結構運動量多いですよこれは。これで剥がされるとそうだよね、うん、でサイド刈られるとだ私はもう逆あもうワンサイド行ってるからそこからまた真ん中まで戻ってくるこれ大変だ。スライドしなきゃいけないんだ。あ、それ大変だな。なるほどね。スライドが結構きつくて、それでバテちゃって結構判断ミスったり。そうね、だからそうね、ボール来るときに。ボール来るときに。そうだよね。うん。コントロールミスったり、パスミスったりってのが増えちゃったりすることが多くて、それはちょっと解決、チームとして解決してほしいなっていう。いや、してほしいですよ。だってそれさすがにシャドウの選手運動量多すぎるでしょ。それに気づいてない。あ、そうですか。うん、感じはする。 何でもかんでもベンチからゴーゴーゴーって言われて海外にあるやつだこれとりあえず行けって言われるやつだこれ。わかりますか。とりあえず行けじゃないんだよっていう。とりあえず行けじゃない、うん、それでそれでボランチの選手もそれで切れてて、もうベンチからゴーっていうのやめてて、私たち準備できてない。あ、なるほど。あ、それでもめちゃめちゃ大事な視点ですね。そうっていうのがあったりとかして、あ、ボランチもたまにあったりするの。ああ、いいですね。今シーズン、モーガン・ブライアンが怪我をしてて今、で結構連戦とかのローテーションになった時にそのローテーションでボランチをやったりしたりするんだけど、うん、ボランチの運動量とそのシャドウの運動量をもう体感してるわけよ、うん、ボランチは楽。ボランチなら楽なんだ。あんまりないかパターンですよ、これ。逆じゃないですか、普通。その、どれ、のどれ、シャドウ、シャドウつらい。それでも、まあ、長澤さんそうだけど、逆サイドのシャドウの選手も結構できちゃってるんでしょうね、その、あのプレス行って、中絞ってみたいのを。そう。だからベンチから、とこに行かせようって なったみたいな、って気がします。うん。普通だと多分そこなんかほころびが生じて、あれはなんか結構サイドからビルドアップで剥がされんだみたいになって、ちょっともうちょい全体バランス整えていくときといかないとき分けようってなると思うんですけど、なんとなくそれが成立しちゃってると、よし、とりあえずサイドにプレス行かせようみたいな、ちょっとあいつは走れるから走らせようみたいな思考に陥るんじゃないかなって思うんですけど。いや、でもそれでもさ、剥がされるじゃん、そんな全部。だとそれは全部いけないですもんね。でそれでは時間の経過とともに剥がされる回数も増えてくるわけじゃん。そうだよね。行こうっていう。でも90分通して 5の指示は出続けるわけですね。それはちょっとやめるように言うするわ、うん、それ5の1個の指示を出してくるのがゴールキーパーコーチだから。ああ、なるほどね。うん、5じゃないんだよっていう。こっちの心拍数ちょっと整えさせろ。整えてからゴーっていう掛け声が欲しいわけですね。あれは攻撃はどうなんですか。ではその守備は結構運動が大変でわかりましたけど。そうだね、今シーズンで言うと多分そのラストパスになる前の局面で関わることが多いかな。へえ、なるほど。ラストパスを出す局面にまで行けてないし、自分もそのシュート場面を作ることも全然できてない状態。なんか珍しい現象というか、シャドウの選手だと多分どっちかっていうと、まあ、トップの選手がいて、その人がおとりになってシャドウが出てって、まあ、フィニッシュ。どちらかというとウィングバックが出てく感じなの。そうなんだ。ちょっと面白いやり方ですね、それは。だからウィングバックがガンガン背後取って、でクロスを上げるっていう。じゃあウィングバックが出てくから、逆にそのスペースは潰しちゃいけないから、
ちょっと中行ったりしなきゃいけなくてってなると、まあ、経由地点になることの方が必然的に多くなっちゃう。多くなる、そうです。しかも低い位置で。ああ、でもそこで一回使わないとウィングバックに出せないですもんね。出せないっていうのもあるし、ウィングバックも早すぎる足が。面白いな。できない。贅沢な話だと思っちゃいました今。あいつ早すぎるな足みたいな。足早すぎるからとりあえずつけとけばもう全部行ってくれるみたいな感じだから、それでそのクロスの時に中に入ってくのが大変、低い位置から。ああ、そうだよね、うん、逆サイドの時も行かなきゃいけない。そう、逆サイドの時も行かなきゃいけないから、いいんだなそれは。とにかく運動量をどうやって削るかを考えてるんだけど、ちょっと無理そうって感じ。もうだから今話聞いてるだけでめちゃめちゃ多いもんね。プレスサイド行って中絞ってウィングバック出て中入ってみたいな。ボックスってボックスじゃないですか。完全にそうだよ。でもシャドウの選手がやることじゃないと思うんだよね。そうだよね、普通そうだよね、うん、だってずっと思ってたんだよね。だからその3、6、1でやってるっていうのを見て、な、多分僕今で言うと、まあ今そうですね、チェルシー型だなって思ったんですよ。フェルチェルシーの形だなと思って、で、まあ、このシーズンやけど、その1個前のシーズンにこの形でチェルシーシールで優勝してるんで、まあプレー映像も見ましたけど、これに多分形としては近いんだろうなと思ったんですけど、ただ、時のチェルシーとかだともうちょっとこう今僕が言ったようなワントップの選手がおとりになってそこをシャドウが使うっていう感じだし、うん、まあプレスに関してもサイドに全部シャドウがプレスいくみたいなことはないんで、でも理論上はなんですけど、ウィングバックが状況によって出てってシャドウは、まあ、相手のボランチを見るか、うん、まあ、もうちょっとこのもうちょっと中途半端なところでポジションを守ってるかみたいな、多分そこを、まあ、どっちのパターンもあると思うんですけど、うんうん、多分どっちもやることによって各選手のまあ運動量もセーブできるし、ね、うん、でだからそれこそ攻撃のところ、多分攻撃のところが大変、攻撃っていうかそのトランジションのところですよね。そこでその選手がそんなにこうやって動いてると、せっかくボール奪ったところでここからまた出ていかなきゃいけないから、それがしんどくて出ていけないんですよ。いやそれでも普通だと思いますよ。僕はそれは別に長澤さん擁護するわけじゃないですけど、どっちかというとチームの問題かなって思います。ここを選手のちょっと個人の、まあ、能力というか、まあ、スタミナの問題ですよね、しちゃうと、いやそこから出てくこと自体が大変だからっていう、うん、なんか構造的な欠陥のような気がします。なんか救われた今。いやでもなんかそうだよね、シャドウが全部プレスに行くとかあんま聞いたことないですからね。特にその相手の3バックが、うん、ワイド、うん、結構広く取った時に、うん、ここに行かなきゃいけないっていうのもあるし、うんうん、あとそのサイドチェンジされた時にその自分たちのワイドの選手のこの上下の分かる、うん、これが遅いから、うん、間に合わないプレスに、うん、って時に行かなきゃいけないとか、うんうん、それ難しいね。でも、まあ、確かに位置的にはシャドウとウィングバックだったらシャドウの方が近いっちゃ近いもんね。近いっちゃ近いんだけど、ね、もうちょっとローテーション早くしてくれないかっていう。そうだよね。でもそれでは話聞いてると3バックも相手もそんな開いてたらシャドウがプレス行っても出すところがありすぎて意味ないです。あまり意味ないよね。言ってるけどみたいな感じだよね。選手の感覚からしたら。出すとかありすぎるよみたいな。かかってるけどかかってないみたいな状態ですもんね。そんな感じで。だから、そんな感じなんだよ。うん。大変なんですね。うん。けど、まあ、チームはね、今のところ、まだ1回しか負けてないから。すごいな。引き分けが多いんだけどね。うん。4勝4分け1敗で今のところ3位につけてるから、うん、いいね調子が。なんか最近のサッカー楽しそうですよね。こんなざっくりしたこと言っていいのか分かんないですけど。すみませんね。ね、楽しんでんのかどうかそれも今分からないかも。ちょっと大変ってことですか、運動量的なあれも含めて。なんだろう、こなす的な作業になっちゃってる。へえー、のところもあると思う多分、うん、
ピッチ上ではじゃあ、まあ、あんま考えないですか？受ける位置だけは考えるよ。受ける位置は考えて、まあでもそうだよな、今話聞いてると、あんまり自分がフィニッシュワーク作っていってみたいな感じでもないですもんね、攻撃も。なんか一人が、もう一人のシャドウがめちゃくちゃ足が速くてドリブルがすごい選手がいるか、まあ、そこしか得点パターンがないって感じもあるし、なんかその人、とりあえずボールを出しとけば、なんかあと一人で行ってくれるみたいな。っ一人行ってくれ。いってらっしゃいっていう感じの。ていうところもあるし、うん。でも、意識してることって言ったら、そのワイドの選手がクロスを上げられる局面を作るってところだけかな。でも、シャドウの選手が逆に たまには流れてってクロス上げたりとかもあんまないですか？あるはある。ある。私のサイドの方はないかな。基本ない。だから基本的にはやっぱりウィングバックの選手が縦行って、上げて、中央でドンみたいな攻撃パターン。